駆動静か、ライブツアー最終日、爆笑のブラトークで、プロ姿勢炸裂自宅邸、足首タトゥー動画も公表。歌手で俳優の木村拓也51が主演を務め、2019年10月クールに日曜劇場枠で放送されたドラマ、グランメゾン東京 TBSK。9月1日からはネットフリックスなどでも配信が始まり、ランキング上位に入るなど、 その人気は健在だ。混沌にはグランメゾン東京の新作スペシャルドラマの放送と劇場版の公開も控えています。また、木村さんはサードアルバム CU ZEA、er、を8月14日にリリース。9月29日からはアルバムを引っ提げてのツアーもスタートします。4月クールの主演ドラマ Believe 君にかける橋テレビ朝日系も話題になるなど、 50代を迎えた今も、木村さんは超一流芸能人といった仕事ぶりですよね。そんな木村さん、娘のここみさん23と後期さん21を支え、木村家のプロデュースも手掛ける工藤静香さん54も忙しく仕事をこなしていますよね。ワイドショー関係者。7月6日に秋田県でスタートした静香のライブツアー、名教四水、ピースオブ・アイ・ハート、 コンサートツアー2024は9月15日の東京ラインキューブ渋谷の公演をもってファイナルを迎えたばかり9月16日静香はインスタグラムを更新して東京公演ちょこちょこと失敗があったのでショーすべて終わったはずの渡辺さんの腕を捕まえる私キララを弾いてもらいましたと綴り自身のヒット曲キララを歌唱する動画をアップした ライブを干渉した芸能プロ関係者はこう明かす。15日の最終公演ではちょっとしたハプニングもあったんです。静香さんはライブの途中、別の衣装から着替え、スリットの入ったシースルーの黒いドレスで登場したんです。ところが、ステージに上がる時にブラをつけ忘れていて、危うくノーブラで客前に出るところだったんです。 ライブ中には、そのおっちょこちょいエピソードを赤裸々に明かし、会場は大爆笑でしたよ。全道。